たせしました。15分だけ配信する。いや、日曜日の夕方、今何時なんだ、もう7時なんだ。なんか明るいからまだ5時くらいかと思ってたけど、もう7時なんだ。7時前の配信こんばんは、こんばんは。もう夏だねって感じがするけど、すっごくまあ暖かくなってきたしさ、紫外線も強いわって思うし、何よりもう7時前なのにまだ全然明るい、すごい。すごい頭痛って感じ。これから雨降るのかなって感じ。危なかった。皆さん元気でしたか？アイドルのうちにやりたいこと、ゆきりんさんと一緒にキャッチフレーズをやる。かなうかな。ゆきりんさんとやっぱ同じチーム以外の人と、その自己紹介でキャッチフレーズやることキリンさんがね、YouTube のチャンネルでメンバーのキャッチフレーズを紹介しますっていう動画を上げてらっしゃったんですけど、私のキャッチフレーズを、ね、紹介してくださってました。このキャッチフレーズやっててよかったと思いましたね。すっごい本当に、私はもう8年間これだけをやり続けてるので、なんだろう、もう当たり前のようにやってきたのであれなんですけど、そうやっぱりすごい、なんだろう、私を初めて一緒にキャッチフレーズやりましたっていうファンの方とかに、すごいキャッチフレーズ面白いですねって、他のメンバーのファンの方とかにもよく言われますし、こうやってゆきりんさんのツボにはまってもらえてすごい嬉しいですね。私はまあその当たり前のようにもう何も考えずにやってるからだな、すごい笑ってもらえて嬉しかったです。面白いんだって感じ。ゆきりんさんと一緒にステージに立ってめくってめくってできるといいなって思います。ゆきりんさんが笑ってくれてよかったです、はあ、珍しくハーフアップしてます今日。今日は薄メイク、ファンデーションとアイラインだけ。
場公演の日ぶりにメイクしたから久しぶりのメイク。生写真の制服の衣装のやつ受付中なのでぜひ。あの衣装めっちゃ可愛くない？超可愛い。制服いいよね。制服ってなんかもうさ、リアルで制服着ることはもう絶対にないじゃないですか、学生終わって。最近高校生とか見るとすっごくいいなって思うようになっちゃった。悲しい悲しい。でも AKB にいたらいっぱい制服着るから嬉しいですね。いっぱい制服着たい。謎の指な、その一本指あれ何なんだろう謎の一本指でした。イエーイ。27日のお話し会います。オンライン。最近ちょっと洋服買ったから早く着たいんですよ。最近なんかあったかな、なんかありましたか最近近況、吉田彼の近況報告。最後に配信したのいつだ。この前の静岡公演の前の日か。まだ全然制服いきますか。嬉しい、ありがとう。まだね。でも高校卒業して結構経ってます。いやまだね、いっぱい制服着たいです。この前の服お姉さんっぽくてよかったです。この前は何着て、黒のワン2日間とも黒のワンピース着てました。かわいいよね。お気に入りです。今度は何着ようかな。次リアルはいつだっけ。6月。遠いですな。夢見るで制服着て原宿歩く、どういう企画？制服を着て原宿歩こう企画。
原宿はもう歩いてて疲れちゃいます。若くないから歩いたらもう疲れちゃう。バレるかバレない、ちょっとそれ やれるような人間じゃなくない？多分ね、何回も往復しないとダメだと思います。まずマスクとか帽子とか、マスクしてる時点で無理そう。超一日歩いてもバレるかな。でも気づかれたところで声をかけてくださる方っていうのもあんまりあれですかね、超少ない。学生時代の制服着て向こうのとこもう不審者やん、そんな絶対やっちゃいかんって。けっこじらせてる。まだ学生みたい。秋葉原歩きますか。ダメですね。ダメですね。東京の人、芸能人見ても声かけないよね。それな。だってまあ東京にいたらさ、なんかテレビの取材とかロケとかよくあるもんだもんね。田舎のさ、地方の人からしたら。3人揃って白の制服姿いけるかな。でもさ、もし夢見るの3人があの白の制服着て原宿歩いてて声かけます。夢見る、でも声、その時は声かけてほしいですね、動画撮って。いやどうなんだろう。夢見るじゃん、ウェーイって言ってほしいです。遠慮しちゃう。あの制服着て3人で原宿はきつい、きついですね。メンタルがちょっと勇気がいりますね。だいぶ開けられるまでやめられない企画、だいぶかかりそう。演奏して AKB のコンサートのグッズですよ。おー、バレるかな。いやバレ、それはさすがにバレそう。それでバレなかったら悲しいかも。面白い。それでちょっとバレなかったら逆に悲しいかもしれないです。あれ私 AKB だよねってなっちゃう。まあでもさ、 AKB のコンサート、まあどうだろう、コンサートでもさ、全然私のこと知らない人なんていっぱいいるじゃないですか、見に来てても。気づかないかね。切ない。
あ、まさかここにいるわけないよね的な。もうそうな、もう全然声かけられなかったり、逆にアピールしに。15分経過しました。早っ。スクショタイム。聞くことないかな。またすぐ配信します。お肌の調子良くも悪くも普通、普通です。アイス、アイスはたまに食べてます。アイスの美味しい時期だよね。すごい、キリン YouTube で気になって初めて買いました。すごい豪華。寝てる。でも夜更かししてるから良くないです。でも今日は、昨日は2時過ぎに寝たんですけど、でも今日はあの7時くらいに起きた。あ、違う、いや全然だわ、8時過ぎとかと全然だったわ今日はでも早く寝る。もう今日はずっと眠たいから早く寝るそう。今日は早く寝ます、もう決めたから。今日は早く、遅くても12時台に。キャッチフレーズやっときましょうか。じゃあやっときますね、せっかくだから。キャッチフレーズをき、ね、きっかけで来てくださった方がいる。寝る。めくって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 、せーの、カレンダー。はい、福岡県から来ました吉田カレンです。よろしくお願いします。イエーイいいですね。ありがとうございます。これからもめくります。なんかさ、いや本当に最初の方とかはさ、このキャッチフレーズがとっても恥ずかしかったんだけどさ、やるのが、これを続けてよかったなと思いますよね。あ、いつか生でめくってやりましょう。ぜひぜひそれは一緒にやりましょうさあ、じゃあ終わりますか。あっという間の、ありがとうございました。ちょっとだけランキング終わります。13位ももじさん、ありがとうございます。12位なこうみくふなかとさん、ありがとうございます。11位いわしーさん、ありがとうございます。10位ぬっしーさん、ありがとうございます。9位とりおえじさん、ありがとうございます。8位まぼろしさん、ありがとうございます。7位ひでじろうさん、ありがとうございます。6位まさやさん、ありがとうございます。5位ももかんさん、ありがとうございます。4位わさっぴさん、ありがとうございます。3位ひがさん、ありがとうございます。2位関西えいとうしさん、ありがとうございます。1位こたんさん、ありがとうございます。ありがとう、見てくれて急な配信を。今週もお疲れ様でした。明日からまた頑張ろう。
じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。